んにちは、リラクヤの花澤です。ご視聴ありがとうございます。今回はセラピストフェスの追加お知らせと DVD 告知をさせていただきます。今私は日本シワバタセルマ協会の本部におります。でですね、2月25日いよいよセラピストフェス2017の日が迫ってまいりました。最終的な段取りの確認などをしていました。でテーマも決まりまして、出会いつなげる動き出しということで、これをセラピストフェス2017のテーマにもして、私自身の今年1年の、テーマでもあります。皆様とそういうつもりで向き合っていったりですとか、お付き合いできたらいいなと思って活動していく所存です。ですね。で、私今回、フェスでどのような講座をするかというと、足のセルフマッサージをお伝えいたします。で、シアセルマを塗った状態で行うトリートメントになるんですけれども、シアセルマ初級認定講座を受けられた女性2人が実技をして、で私とオブザーバーの坂森さんがこう口頭で説明しながら皆様を見て回ります。冬場は、乾燥ですとか冷えですとか足の不調トラブルというものも気になる時だと思います。で春夏になれば足を出すことも増えますので、やっぱり今の時期から足のケアとか、チェックをしておいていただきたいんですね。そういう習慣があれば本当に健康美容にも活かせますし、足はね、全身の状態が出るところです。で一番こう重力によって老廃物もたまるところですので、足を揉みほぐすと全体にもいい影響があります。その時にどういう色だったり温度だったり足の感じ見ていただきたいんですが、周りに皆さんにやっていただくので、一度にたくさんの人の裸足を見る機会めったにないですよね。皆さんと足見比べていただいたりとか、あ、この人足結構状態いいですよとかいうのもお知らせできればなと思っています。すぐに使える技術です、テクニックです。自分でチェックするのにも、お客様にお伝えしたりだったり、ケアをしたりする時にも、覚えておくと便利なメソッドになってますので、皆様にぜひご体験いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それと3月15日には DVD がリラクヤ DVD 発売予定です。このリラクヤ DVD ではですね、そのお店の経営に関すること、施術に関すること、今までのこう人生のこと、いろいろ振り返った中で、この体の小さい私でも聞かせるといったことですね、お伝えしております。でその内容の一部にあるリンパ整体というものをセミナーですね、3月以降で開講できるように現在準備中です。でリンパ整体セミナーも、3月以降には行う予定ですので、ぜひお楽しみに。詳細はですね、また具体的になり次第随時お知らせという形でやってまいりますので、お楽しみにお願いいたします。それとですね、今回のセラピストフェス2017来ていただいた方、皆様にお土産がございます。協会からですね、こちらのオンパッド、この柄は変わるんですけど、中に玄米が入ってまして、このレンジで温めていただくと、15分程度ですかね、あったかさが持続する形になってまして、これ腰だったり、お腹だったり温めたいところに置いていただくと、ちょっと香りも香ばしい香りがして、結構癒し効果がある。でこの和柄が、いろんな柄のやつがあるんですけど、ね、浴衣生地っていうんですかね、気持ちのいい素材になってまして、とっても色とか模様も洒落てますのでね、なんか誰かにプレゼントしたりしても喜ばれるようなものですね。それと、こちら 3g のシアバター、シアセルマですね。お顔にもお体にも使っていただける保湿クリームになってます。それとこちらのマニュアルですね、セラピストフェスではお伝えする形になるんですが、これを持ち帰って確認していただいたりとか、見ながらやっていただくのに使っていただける
ということでこちらを差し上げます。本来はこれちょっと有料のものなんですけど、でさらに言うとちょっとお顔だったりとかお腹だったりとかのマニュアルも載ってますので、すごくお得な1枚になっていますね。でこちらこのもうドーンとセットで、持ち帰りいただける福袋にお入れしますので、ぜひね、セラピストフェスお越しいただけたらなと思います。でビンゴ大会ではですね、こちらのすごくいいクリームです。これシアセルマ、65g、 これをプレゼントの景品のとして3つ用意してますので、ビンゴ大会ではタイラーさんやケンさんも豪華商品ご用意しております。私からも、出しますので、 DVD のお一人様限定でリラクエア DVD をもプレゼントにいたしますので、ぜひご興味のある方はお越しくださいませ。お待ちしております。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。 See you。 2017年3月15日リラクエア花沢の DVD が発売になります。ぜひ皆さん買ってください。ももはさんも参加されています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。